こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は新三大球団と球場の対立史を紹介するぜ。え？球場と球団って対立するの？そうなんだ。実はプロ野球チームの多くは自分たちで球場を持っているわけではないんだ。そしてそれゆえに多くのトラブルが起こっている。今回はそのあたりの事情も含めて確認するぜ。お願いするわ。新三大球団と球場の対立史。一つ目は北海道日本ハムファイターズと札幌ドームの対立だ。これは聞いたことがある話だわ。新球場を作るんだっけ？そうだ。日本ハムは2023年シーズンはエスコンフィールド北海道でプレイすることが決まっている。あれは揉めた結果の新球場ということなのね。今回はそこに向かうまでの経緯を説明するぜ。札幌ドームが誕生したのは2001年。そもそもこのドームは2002年に行われるサッカー日韓ワールドカップ誘致のために作られた。日韓ワールドカップは各地にたくさん箱物を作ったものね。そうだ。しかし日韓ワールドカップの後、サッカーだけで施設の運営を維持できるはずがない。実は札幌ドームは北海道にプロ野球チームを誘致することも前提に作られたんだ。サッカーと違って、野球なら毎日興行ができるものね。そんな時東京をホームタウンとしながら、観客席で閑古鳥が鳴くチームがあった。日本ハムファイターズだ。同じ東京ドームを本拠地とする巨人とは雲泥の差だったもんね。日本ハムは巨人、ヤクルトと球団がひしめく東京で人気を得られず、本拠地移転を模索してたんだ。当時は日本ハムだけでなく、パリーグ自体に人気がなかったものね。そこで名乗りを上げたのが北海道だ。日本ハムは2004年にフランチャイズを北海道に移転。チーム名を北海道日本ハムファイターズと改め、ホーム球場を札幌ドームに移すことになったんだ。その後日本ハムは急に強くなったイメージだわ。その通り、この後日本ハムは地域密着に成功し、人気球団に成長。新庄選手やダルビッシュ選手、大谷選手といったスーパースターを生み出す強豪球団に生まれ変わったんだ。地域密着がうまくいって、全てがうまく回り始めたのね。そんな順風満帆に見える日本ハムだが、実は長年お金の面で問題を抱えていたんだ。え？だって地域密着でお客さんもたくさん入って人気球団になったんだよね？それは事実だ。ただそれとも受かっていたかはまた別の話なんだ。どういうこと？これを説明するには球場の運営がどのように行われているかを理解する必要がある。札幌ドームをはじめ、日本の球場の多くは第三セクターと呼ばれる事業体によって運営が行われている。第三セクター？何それ？ SF 用語？第三セクターとは本来は国や地方公共団体が行う事業を、民間と力を合わせて行うことだ。例えば札幌ドームの場合、札幌市と札幌の複数の有力企業が共同出資した。株式会社札幌ドームという企業が運営を行っている。随分直球な名前ね。市と企業が一緒に運営を行っていると考えてもらえればいい。球場はてっきり球団が運営しているものと思っていたわ。勘違いしがちなんだが、球場と球団は別物だ。日本ハムは株式会社札幌ドームに1試合ごとの使用料を払い、興行を行っているわけだ。年間契約とかでもなく1試合での契約なんだね。そしてその使用料が巨額だったんだ。まず前提としてプロ野球チームの年間収入は100億円ほどと言われている。さすがにすごい額ね。その中でも日本ハムの年間収入は120億円ほど。比較的儲かっている球団だ。地元密着の人気球団だもんね。その代わりに支出も当然大きい。特に大きいのが選手の年俸だ。現在のプロ野球では1球団の年俸総額は25億円ほどが目安となっている。これが12球団あるんだもんね。プロ野球選手って夢があるな。普通の球団ならば、この選手年俸が最も大きな支出となるんだが、日本ハムの場合、これとは別に27億円近くの支出があったんだ。え？ 1 チームの総年俸分に相当する額じゃない？実は球場使用料がそれだけかかってしまってるんだ。え？さすがに高額すぎない？どう計算したらそんな数字になるのよ。説明するぞ。まず日本ハムが札幌ドームに支払っていた使用料は1試合あたり800万円だ。これは高いのかな？異次元な世界すぎて相場がよくわからないよ。単純に主催試合が年間80試合ほどあるから、掛け合わせると6億4000万円だな。27億円に全然届いてないじゃない。ああ。これに加え、観客2万人を超えた試合は、入場者1人当たり400円が追加徴収される。チケット代が2000円くらいだから結構大きい割合ね。さらに札幌ドームは野球だけに使われる施設ではない。サッカーやラグビー、音楽イベントも行われたりするもんね。試合を行うための設備、つまり人工芝を敷いたり、トレーニング機器の搬入、撤去などにかかる人件費も、そのすべてを球団が負担することになっていた。うわぁ、それは厳しいわね。私も球場に行った時もっと飲み食いしてお金を使ってあげればよかったわ。いやそれも意味はないぞ。え？
どうして？売店の売り上げは球団ではなく球場に入る。そして球場内の広告収入もほとんど球団に入ることはなく、逆に日本ハムは球団の広告料を球場に払う側になっていたんだ。さすがにそれはおかしすぎでは？こういった契約を奴隷契約と呼ぶ人もいるな。そんな契約を結ばなければよかったのに。日本ハム球団としては、他に大量の集客ができる施設がなかったこともあり、札幌ドームを選ばざるを得ない状況が続いていたんだ。足元を見られていたのね。こうした多額の球場使用料は日本ハムの球団運営を苦しめていく。でも日本ハムは北海道に移転後、強豪球団になったわよね。ああ。ただ本当を言えばもっと強豪であり続けてもおかしくなかったんだ。一番わかりやすい例が優勝後の順位だ。日本ハムは近年では2012年と2016年に優勝しているが、その翌年はそれぞれ最下位、5位と下位に低迷している。本当だ。でもどういう関係があるの？チームは優勝すると、そのオフに選手の年俸を大幅に上げざるを得ない。しかし高い球場使用料により日本ハムは高いチーム年俸を維持し続けることができないんだ。年俸の高騰に耐えきれず、優勝翌シーズンには主力選手を放出せざるを得なくなる。それで順位が安定しない球団になってたのね。そうだ。2012年のオフにはチーム最高の選手であった糸井嘉男選手。2016年優勝の翌年にはその年のオールスターにも出場していた谷本圭介選手を無償で放出した。無償、球団に何の得があるの？得はない。その選手の年俸を支払わずに済むというだけだ。球団経営がそこまで追い詰められていたのね。ちなみに日本ハムは昨年も、西川春樹選手、太田大志選手、秋吉良選手といった高年俸の主力選手をノンテンダー FA としている。ノンテンダー？何それ？オブラートに包んでいるだけで戦力外通告、クビと何ら変わりはない。また年俸の天井にぶち当たったのね。主力選手なのにもったいない。ああ。ただこうした問題が起こるのはそもそも多額の球場使用料を徴収されるためで、球団としても全てが望んだものではないんだ。球団としても本意ではない戦力流出があったわけね。そこで日本ハムは自分たちで新球場を作ることを検討し始めたんだ。一度自分たちの球場を作れば、球場使用料を払わなくてもいいものね。それで建設されたのがエスコンフィールド北海道というわけね。そうだ。新球場の建設について、札幌ドームも初めははったりだろうと高をくくっていたんだが、結果は札幌ドームから見ると最悪なものとなってしまった。札幌ドームはこれからどうしていくの？札幌ドームの収入の多くは球場使用により賄われていた。これから経営はかなり苦しくなるだろうな。でも自業自得かもしれないわね。一方で日本ハムはこの新球場建設により長期的なチーム強化の可能性が見えてきた。これまでチームは球場使用料に予算が圧迫され、選手年俸を高いレベルで維持できなかった。新球場運営がうまくいくようなら、この総年俸の天井も外されることになる。前みたいに高額年俸選手を放出しなくても良くなるのね。そうだ。これまで日本ハムというと、数年に一度強いチームを作るという球団だったが、これからはソフトバンクのように長期的に上位に留まり続ける球団になる可能性を秘めている。おお、そう聞くと新球場のインパクトがすごいわね。安くて若い選手で勝つスタイルだけでなく、自チームの FA 選手の引き止め、高額 FA 選手の獲得なども視野に入ってくるかもしれないな。これから先の日本ハムが楽しみになってきたわ。新三大球団と球場の対立し、二つ目はベイスターズと横浜スタジアムの対立だ。これはいつ頃の話なの？日本ハムの新球場建設が決まったのが2018年。これはそれより少し前のことだと思ってもらえればいい。ベイスターズといえば弱小球団というイメージだわ。そのイメージは間違っていない。2002年から2012年の11年間で9シーズンが再開。想像を超える弱さだったわ。実はこうした弱い状態が続いたことには、球場の問題が大いに関係している。え？そうなの？いい選手がいないだけかと思っていたわ。そのいい選手がいないのはなぜか？という根本に関わってくる問題だな。説明するぞ。まずここでも重要となってくるのが第三セクターの存在だ。市と民間企業が共同で経営するやつだっけ？そうだ。さっきは札幌ドームがその例だったが、今回は横浜スタジアムが第三セクターとして登場する。もう嫌な予感がしてきたわ。その予感は正解だ。日本ハム同様、横浜も奴隷契約に苦しめられることになる。今回はどんな契約だったの？まず球場が行うのはスタジアムの管理保全。なるほど。その代わりに球団は入場料収入の 25% を球場へ支払う。さらには球場内の広告収入や、売店での飲食グッズの販売収入の全てを球場に取られていた。横浜もまた奴隷だったんじゃない？
球団からすれば使用料ばかり高く、入場料も12球団一高いのにサービスの質も悪い。球場からすれば客が入らないチームに本拠地とされてもメリットがないという、ルーズルーズの関係になっていたんだ。ルーズルーズ。ウィンウィンの反対だね。当時筆頭株主だった TBS も、儲からない事業であることを認識してか、経営のやる気も失ってて、ベイスターズは年間で30億円近い赤字を垂れ流していたともされるんだ。明るい未来が全く見えないわね。このようにやる気のない経営状態がチームにも伝わり、結果として万年最下位の状態が続いていたわけだ。確かにフロントはやる気ないけど、現場だけはやる気あるとか想像しづらいもんね。そんな苦境に陥っていた2011年、ある企業がベイスターズを買収する。DeNA だ。お、ついに救世主の登場ね。ベイスターズはチーム名を横浜 DeNA ベイスターズに変更。初めに試みたのが横浜スタジアムとの契約の見直しだった。早速いいところに目をつけたわね。でも見直しは難しいんじゃ？それまで球団と球場は1年ごとの契約を結んでいたんだ。実はこれは球場にとっても安心できる状態ではない。毎年どの程度の収入になるか見えないわけだからな。球場にとってもリスクよね。球団はこの状況を見抜き、7年間の長期契約を提案。その代わりに球場に支払っていた 25% の入場料収入を 13% に下げることに成功した。おお、半分しか支払わなくて済むね。さらに球団に収入が入る広告枠も新しく設置。さらに赤字が解消されそうね。この契約により球団と球場の新たなパートナーシップが生まれ、球場の設備は劇的に改善していく。具体的にはスコアボード、コンコース、ロッカールームの改修、大型グッズショップの新設、ナイター照明の LED 化、外野フェンス上部に広告スペースにもなるリボンビジョンの設置。すごい。しかもこうした改修については球場が負担したとされている。ルーズルーズだった数年前からは考えられないね。ああ、歴史に残る歩み寄りと言っていいだろう。こうした設備改修をはじめ経営の改善により、2015年には開場以来最多の満員御礼を記録。チケットを買いたくても買えない人気球団に変貌したんだ。確かにこの辺りからベイスターズファンが増えてきた印象だわ。しかしなお問題は残っていた。これほど人気球団となり観客が増えても依然として赤字は残っていたんだ。え？満員御礼ばかりでも赤字って無理ゲーすぎない？ああ。これはもう球団と球場で収益を分配する構造に限界が来たと言わざるを得ない。どうするのよ？ DeNA 球団が球場を買収したんだ。新しく球場建てるなんて費用がバカにならないから、それもまた賢明な判断かもね。札幌移転してまだそこまで期間が経ってない日本ハムと比べて、横浜の場合はハマスタに愛着があるベイスターズファンも多かったでしょうし、この買収によりこれまで支払っていた 13% の入場料を支払わなくて済んだり、広告や販売収入がそのまま球団に入るようになったんだ。そうなると運営側もがぜんやる気が出てくるわよね。DeNA がユニークで魅力的なイベント開催するようになったのも、球場買収が関係してたってわけね。さらにチームの遠征中やオフにはコンサートなどのイベントで利益を出すことも可能になる。そんないろいろとうまく話が進むものなの？ああ。当時球場と球団の間にはすでにかなりいい関係が作られていた。その上数年で人気球団に変貌させた DeNA を、横浜市や地元企業が評価していたんだろう。でも買収にはお金がかかるよね。もちろんだ。横浜スタジアムの買収には最大で98億円がかかり、回収するには15年かかるとも言われている。2030年前後って考えると、まだまだもう少し先の話って感じね。それでも先が見えなかったこれまでを考えると大きな進展だ。買収してから収益構造が大きく変わることになる。ベイスターズはここ数年上位に入ることが多くなってきたくらいに思っていたけれど、この話を聞くと本当に強くなるのはこれからかもしれないわね。ああ、そうだろうな。先ほどの日本ハムと比較すると、自前の球場を手に入れたという結果は共通している。ただその過程で第三セクターと決別したのが日本ハム。友好的な歩み寄りを見せたのが DeNA だったというわけだ。さっきの日本ハムの話を聞いた後だと、球団と球場、どちらかはバッドエンドを迎えるものと思っていたから、ハッピーエンドに終わってよかったわ。ああ、それも DeNA の企業努力、特に交渉力ゆえの結果だろうな。新三大球団と球場の対立し、三つ目は大阪近鉄バファローズと大阪ドームの対立だ。近鉄って亡くなった球団だよね。確か2000年代半ばだったっけ？ああ、近鉄は2004年限りで消滅した。もしかしてこの消滅って、そうだ。順々に説明していこう。またしても重要となるのは第三セクターの存在だ。出た。今回は大阪ドームがそうなのかな？そうだ。大阪ドームが開場したのは1997年。この頃は日本各地でドーム球場が乱立していた。
1988年に東京ドームが完成すると、93年には福岡ドーム、97年には名古屋ドームと大阪ドーム、99年には西武ドーム、そして2001年には札幌ドームが誕生している。ドームの建設はブームだったんだ。そういえば最近ドームって新しくはできていないわね。そうだ。そして当時は物珍しかったため、ドーム球場での試合に多くの観客が集った。また雨天中止にならないことも球団としてはメリットとして考えたかもしれない。天気が悪いと、試合が行われたとしてもお客さんは減るし、試合が中止されたとしても球場スタッフの費用とか、払い戻し対応とかで人件費がかさむもんね。こうしたブームに乗っかり、近鉄も97年に本拠地を藤井寺球場から大阪ドームに移転する。しかしこれが悲劇の始まりだった。ブームに後追いすると、ろくなことがないもんね。近鉄が大阪ドームを開場した初年度は、ドームの珍しさも相まって客足が好調だったものの、チームの低迷に合わせて観客も減少。加えてここでドーム使用料の高さ問題が顕在化してくる。今度は何億円取られていたの？近鉄が大阪ドームに支払っていた金額は年間10億円。当時のオリックスが本拠地ヤフー BB スタジアムに払っていた金額が6000万円だったため、あまりにも高すぎるという声が出ていたようだ。むしろ今まで高い例ばかり聞いていたから、ヤフー BB スタジアムの安さに驚いたわ。そしてこうした使用料は本来であれば払う必要がなかったものなんだ。どういうこと？移転前に本拠地としていた藤井寺球場だが、これはもともと近鉄グループのものだったんだ。つまり本来であれば払う必要のなかった10億円が新たに発生した上、ドーム目当てで来ていた客も来なくなるダブルパンチとなったんだ。うわぁ、とんでもない地獄じゃない。こうして近鉄は赤字がどんどん膨らむ構造を作ってしまったんだ。同じ関西には人気球団の阪神もいるし大変よね。実は昔のプロ野球において球団の赤字は当たり前のことだった。球団は企業の広告塔であって、それ自体で黒字が出るようなものとは考えられていなかったんだ。優雅な時代ね。しかし時代が進むにつれ球団経営の意識も変化し、近鉄もこの赤字解消に取り組むことになる。何をしたの？球団命名権の売却だ。命名権ってどういうこと？大阪近鉄バファローズであれば、大阪近鉄に当たる部分を年間36億円で売ろうとしたんだ。近鉄がチーム名から消えてしまうの？しかしこれは他球団の反対により消滅した。よかった。でもこれで赤字で首が回らなくなるね。近鉄グループとしては何としても球団を切り離したい。年間で50億円の赤字を垂れ流す事業を放置しておく方が不健全だからな。確かに。普通の企業で考えるとありえないことだよね。そこで近鉄はやむなく2004年の夏に、オリックスブルーウェーブと球団合併することを決める。懐かしい。球団再編問題よね。この辺は別の企画に詳しく解説するとして、今回は近鉄と球場の問題にフォーカスして話していくぞ。近鉄とオリックスが合併してしまうと、プロ野球は11球団になる。奇数になっちゃうね。これに加えさらなる合併話も出てきたため、オーナーの間では、8球団から10球団で1リーグ制とする案が出てきたんだ。それもそれで面白そうだけど？ただこれで困るのが選手だ。選手は球団が減少すると、その分働き口がなくなってしまう。確かに、クビになる人が大量に出てくるよね。1球団の支配下登録枠が70人って決まってる以上、プロ野球選手の絶対数も減っちゃうだろうし。それを避けるため、当時の選手会が2リーグ制を維持するために行ったのがストライキだったんだ。なるほど。それで球団数を維持するために東北楽天ゴールデンイーグルスが生まれたわけね。そうだ。世間を賑わした球界再編問題だが、実はこの問題の発端には球場と球団の対立構造があったんだ。球場使用料の高さが、球団売却、そしてストライキにまで繋がったのね。ああ、さっきのベイスターズはハッピーエンドだったが、こちらはバッドエンドになってしまったな。というわけで、今回は新三大球団と球場の対立史について紹介していったぜ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いしますだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。